のをて動画をご覧の皆さんこんこにちはおたまですついに発売されましたね。というわけで今日はこの列車合体デラックスビルド大王を徹底レビューします。<laughs> さあ、それでは早速箱をよく見てみましょう。このビルド大イのデザインすごいかっこいいですよね。 背面はこのようになっています。このクレーンが回転したり、このショベルが展開したり、ギミック盛りだくさんですね。あ,あとはこれも気になりますね。完成、超超特急大王。写真と実物ってやっぱりちょっと違いますよね。これがどんな感じになるかすごく楽しみです。もちろんこの超超特急大王も詳しくレビューします。ビルド列車は2編成の特急列車なんです。全長約84センチ。すごい長いですね。 箱の大きさは、この列車合体特急王より、ビルド代王の方が一回り小さいパッケージになっています。というわけで、早速登場させましょう。来いビルド列車 ビルド大王が変身する前のビルドレッシャーです早速各部をよく見てみましょうまずこの特急6号のモチーフカラーでもあるこのオレンジ色がすごく綺麗ですねこの辺から見るアングルがかっこいいですね後ろから見るとこんな感じですまあ劇中でもビルド列車はこのように連結されてますが ここにジョイントがあるので、このように取り外すことができます。こちらがビルド列車1編成目。そしてこれがビルド列車2編成目となっています。特急列車はおなじみの連結ギミックがありますよね。あとは後ろをこのように展開します。そうすると、こんな風になります。すごい長いですね。 これ、うちの撮影スペースギリギリなんですよ。さあ、このビルドレッシャーのギミック、どんどん見ていきましょう。まずは、この1編成目が、取り外せます。これがそうです。ビルドレッシャーの先頭車両です。ちなみに、音声の連動ギミックについては、アプリチェンジャーに付属していたものと全く同じですね。こう、比較するとわかるんですけど、こう、動きそうなところが動かないというこのジレンマが、 このビルド代用に付属のこの戦闘列車は、ここが稼働します。おー、シャベルが出てきましたね。こんな風にきちんとシャベルのモールドがありますね。うーん。いや、やっとこのジレンマから解放されますね。さあ、次はここ。クレーンが稼働します。 これあんまり稼働させすぎると <laughs>、お顔が見えちゃうんで。まあ、このクレーンの稼働に関しては360度。問題なく稼働します。続いて2編成目はこんな感じです。本編の第19話で初登場した時に、ここがキャタピラになってて、ここがガリガリ動いてて、すごくかっこよかったですね。上から見るとなんだろう、こう、踏切にも見えますよね。 ちなみに、ここのジョイントは結構硬いです。一編成目だけを持って、こんな風にやっても、簡単には落ちないように設計されています。さあ、お待ちかねの変形です。このビルドレッシャーは変形すると、ビルド代用になります。早速やってみましょう。手順はすごく簡単です。変形プロセスは、劇中と限りなく同じようにやってみます。まずは、ここに、ロック解除ボタンがあります。これを押しながら、 こんな風に稼働させます。反対側も同じです。次はここを曲げます。つま先を持ち上げます。次は、この一編成目のこの部分を倒します。最後にここを90度回転させれば、完成ビルド代用です おーかっこいいシンプルで少ないギミックなんだけど、ガラッと大きく形を変えましたね。ちなみにバンダイの玩具工業デザイナー、村上勝志さん。一時はバンダイの専務でもありました。この村上さんデザインをもう彷彿とさせる、このパターン、そしてこのデザイン、たまりませんね。僕は村上信者でも、あ、まあ、呼び捨てでごめんなさい。村上信者でもあるので、もうたまりませんね。 まあ難しい理屈は抜きにすごく変形遊びさせやすいんですよ。こんな風に。さっきと逆の手順で戻してあげると、あっという間にビルド列車になります。ちなみにここのロックのスイッチがあるんですけども、これは元に戻すときだけ こんな感じで押してあげます。いいですね。このシンプルなギミック。たまりません。それでは各部をよく見てみましょう。まずは頭部。僕はこういう顔大好きなんですよね。僕の中ではこれイケメン顔です。この頭部のクレーンがすごく特徴的ですよね。上半身はこんな感じです。ちなみに可動範囲は、この男の腕がぐるぐる回るだけですね。だからそこがいいですよね。 ビルド大王ってすごい武骨で、炎とか汗とか、なんだろう、こう砂とか、男臭いんですけど、かっこいいですよね。そしておもちゃとはちょっと関係ないんですけど、あのコックピットの中がかっこいいですよね。下半身はこんな感じです。このビルド大王、もう変形パターンが分かってしまえば、なんてことはないんですけども、初めてビルド列車、もしくはビルド大王を見たときに、 これどんな風に変形するんだろうっていう、まるで手品のようなトリックがありますよね。そこがまた素晴らしいです。さあ、このビルド代用が3体目のロボットということで、お決まりの大きさ比較ですね。ディーゼルを。そして、特急王との比較です。うーん、どれも味わいがあっていいですね。 やっぱ1号ロボでもある特急王は正統派な感じがするし、うん、なんだろう、ディーゼル王は、うん、確かに2号ロボっていう感じがしますね。うん、僕個人的にはこのビルド大王が一番かっこよくて好きですね。大きさは、ちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、ほぼ同じですね。特急王だけ、この頭の位置が下に来てますね。このビルド大王の薄さは、うん、ディーゼル王とほぼ同じですね。 続いてはギミックの紹介です。先ほどのこのシャベル、これが展開します。こんな感じですね。初登場時もこれで、こんな風に、燃え盛る炎の中で敵をやっつけてましたね。特急6号もよく武器を忘れたりしますけど、このビルド代用も、剣でもなく銃でもなく、ショベルのこの部分をもうガツガツ当てていくという、この武骨さがたまりませんね。 この必殺技の名前は、ビルド大王,ド大王バケットクラッシュ。こんな風に言ってましたね。ビルド大王の基本的なギミックっていうのはこんな感じです。さあ、ビルド大王といえば、外せないのがこの特急列車ですね。そうです。ドリル列車です。このドリル列車は誘導ブレーカーに付属していたものを使用しています。ビルド大王に、このドリル列車を合体させます。 合体のさせ方は今までと同じです。ここを引き抜くと今までと同じジョイントになっています。これを左手に装着します。合体完了ビルド代用ドリルです。いいですね。やっぱりオレンジ一色に対してこの群青カラーの色がすごく映えます。そしてこの金のドリル。劇中ではこんな感じでショベルを展開させて こんな感じで敵と戦っていましたね。必殺技は、ショベル、ドリル、ダブルクラッシュです。たまりませんね。以上、ビルド大王の詳しいレビューでした。ビルド大王には忘れてはならない、もう一つの大きなギミックがありますよね。冒頭でも述べた通り、この特急王、ディーゼル王と合体して、超超特急大王になります。この超超特急王への合体、そして遊び方の詳しいレビューは、 次回の動画でお送りします。次の動画もぜひ見てくださいね。というわけで今回のビルド大王のレビューいかがだったでしょうか変形ギミックも一度覚えてしまえばわかりやすいし、もうまさに特急王から続くこのわかりやすい変形っていうのを貫いてますよね。あとはこのデザイン最高ですよね。もう僕はすごく気に入りました。いつも動画への高評価やコメントなど本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。 チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは、蝶々特急大王の詳しい動画レビューでお会いいたしましょう。オたほでした。